性の方ってこうお団子するのが得意だと思うんですけども、お団子するような感覚でまとめていただいて、まあ、先ほどあの U ピンっていうこうピンがあるんですけども、はい、ピンの、ね、質問が出てましたね。そちらでこう刺すだけなんですけども、刺すときに上からじゃなくて下から刺すと、よりこの上から刺すとどうしても取れてしまうので、やっぱ刺すときはピンは、ね、下の方から刺すと重さで取れなくなるので、はい、あとは先の方をちょっとほぐして、ちょっとルーズ感、まあこういうインテリなので、まあ、ゴシップガールとか、はい、セクソーザーシティとかああいう感じのイメージで今回ちょっと作らせていただきました。はい、ありがとうございます。さあ、ということで今ですね、キャラが完成しました。少し出ましましょう。はい、お願いします。はい、まずアイメイクからなんですが、はい、アイメイクで、まあ、一番重要なのはさっきお話しした通り、やっぱりアイラインの幅っていうのは本当に重要で、で、まあ、ちょっとね、この距離だとだいぶ見づらいと思うんですが、まず、目って、ちょっと待ってください。見えないですよ。まつげって極端にこういう風に入ってるんですよ。こういう風に入ってる。こういう風に入ってる。本当にこう、田んぼの田植えのような感じで生えているので、ここの間をこう潰してあげる、ここの隙間をなくしてあげるっていうのが本当のアイラインの、効果ですね。なのでこう無駄に上にたくさんいくよりも、そうです、この田植えをこう間をなくしていくような、イメージでこう潰してあげるといいですね。であと迷うのは下ですね。下の眉はやっぱり目頭から目尻に引いてしまうとどうしてもすごく濃くなるので、まあ、どうしても引きたい場合は黒目の本当に下だけにこうちょっと入れてあげる。特にブラウンが一番ナチュラルでいいですね。ブラックだと少し濃くなってしまうので、なんでしょう、黒目の下に入れると、まあ、コンタクトでいうとリファインみたいな効果になるので黒目が大きく出ますね。そこが重要かな。僕はだから普段マックのペンシルのアイライナーを使っています。